西口新太平市大駅は、栃木県栃木市太平町富田にある、東武鉄道日光線の駅である。駅番号は、TN10。島式ホーム2面4線を有する地上駅。東口、西口の双方に駅舎があり、各ホームとは、個線橋により連絡している。パスモ対応自動改札機設置駅。トイレは西口駅舎の改札内に、 男女別の推薦式トイレが設置されているが、多目的トイレは設置されていない。かつては、東口湖線強化に、男女共用の組取式トイレが、各ホーム東部日光型に、男女別の組取式トイレが設置されていたが、いずれも撤去されたため、現存しない。1970年頃まで、日立製作所栃木工場に直接引き込まれていた、貨物専用線の一部を再利用した、 ごく短い留置線が4番線の外側にあり、工事用機械などが留置される。2020年度の1日平均乗降人員は2039人で、ある。朝夕の通勤時間帯は駅前に立地する、日立グローバルライフソリューションズ、栃木事業所への通勤客による利用が多い。近年の1日平均乗降人員の推移は、可表の通りである。ありがとうございます。